どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうこるです。今日はどうやっても負けないカイドウを使って、殺し合いやっていこうと思います。構成ね、ちょっとやってる感じだと、ディオマムめちゃくちゃ強かったんですけど、カイドウの方がちょっと強いかも。使ってる感じで言うと、もちろんカイドウはね、生成があるじゃないですか、盤面生成が。ディオマムって基本1枚なんだけど、カイドウはね、生成が強すぎて、ちょっとこれ負ける気がしないですね。2回やって2回ともクリアということで、かなり強いリーダーになってるかなと思います。今日はカイドウ編成紹介していきます。編成こんな感じです。はい。リーダーカイドウ、遅延2つ無効貫通にビッグマム武器継承ですね。はい。イオンショック攻撃と HP 持ってあげてます。で、ブリです。回復エルジに遅延2つに、回復エルジはいらないか。遅延2つ毒目覚めに、こちら、クシャナ武器継承です。で、ここが、ダメージ激減を持っていて、かつ、ダメージ吸収を持っているキャラでお願いします。はい。で、一応、ダメージ吸収はなくてもなんとかなりますが、できれば激減プラスダメージ吸収持ちのキャラがおすすめ。もしない場合に関しては、ダメージ激減キャラで OK です。その場合、闇、デスファリオンか、は、まあ、ひたすらティエラを溜め直して殴っていく形になります。まあ、だから2パン、半分まで削って、その後スキルダメして半分まで削るって感じになるかな。チョッパーです。スキブ、回復強化、3突に遅延2つ、そしてサラメ武器継承です。これは回復力盛るためですね、完全に。で、青の精です。こちらはリダチェン耐性つけてリダチェン避けていきます。武器は HP と回復盛れれば何でもいいんですけど、今回は埼玉つけてスキブとチーム HP と回復持ってます。結構回復過剰気味に積んでる編成なんで、まあ別にここは優先的にはチーム HP 強化積んでもらえれば大丈夫。アマージュとかでも OK です。はい。ティエラです。遅延2つ無効貫通にドーナ武器継承です。同じくね、こちらも回復結構持ってるので、とりあえず HP 強化盛れれば大丈夫だけど、まあ一応ね、チーム HP、チーム回復2個持ちの武器がおすすめです。ラストカイドウです。遅延2つ無効貫にカーリー武器継承です。カーリー武器はスキルベア上げておいてあげてください。マックスまで上げる必要ないですね。はい。7ぐらい。7ターンぐらいちょうどいいさ。ヌトで必ずヘイストもらってスキルがすぐ溜まるようにしたいんで、3たす7の10ターン。そうですね。うん。スキルベ。だから3かなぐらいまで上げといてあげれるとちょうどいいかなと思います。はい、という感じの編成になっております。でも、この編成、組めた人おめでとうございます。もう絶対勝ちです。まあ多分ね、まあ、1回だったらプレミする可能性もあると思うんだけど、まあ3回やれば絶対勝てる。もう絶対に勝てます、本当に。もうマジで絶対に勝てます。もうなんならオーバースペックです。今日はこちらのカイドウ編成を使って、構成やっていこうと思います。実際に使っていきましょう。さあ、1回層からです。この遠征、序盤の耐久だけだるいんですけど、まあ言うて1コンボ組むだけなんで、誰でもできると思うんで、1コンボ頑張って組んでください。まず1コンボ3回組みます。HP がギリギリになるまで耐久していきましょう。はい。1コンボ3回組んでいきましょう。ここも1コンボ。はい。で、そしたらここで回復恩返し入れてあげて、しっかり殴っていきます。で、まあ、倒しちゃってもいいし、倒せなくてもいい。どちらでもどうぞって感じです。とりあえず回復恩返しは必須。今回倒そうかな。盤面いいし。で、別にここで耐久してあげてもいいし、この次でもいいです。はい、まあ。とりあえず今回これで突破していきます。まあ一応ね、ここでね、最初にダメージ無効貫通の盤面を用意してあげて、4ターン目で突破するのが楽でいいですね、とても。都合がいいです。はい。で、ここまず1コンボ組みます。で、ここも1コンボ組みます。3ターンまた1コンボ組んであげて、バインド回復していきましょう。バインド耐性なんかなくても関係ないですからね、別に。チョッパーが生きてる限り大丈夫なんで。ただ、ここ封印 80% なんで、そこだけご了承ください。すいません。ここだけ80です。はい、すいません。本当すいません。これには80しかないんです。で、ここは青の精打ってから、ブリケーションのクシャナ打ってあげて、で、カイド変身。カイド変身。で、どっちにしようも。ティエラでいいかな。で、ティエラからのハンコック打ってあげて、殴っていきます。なこの盤面、すげえな。で、4色組んで吸収無効で突破していきましょう。ここはクシナダ姫のね、武器使ってあげて倒していきます。で、クシナダはここの吸収無効で使うのと、あとボスの激減の発狂対策で使っていきます。はい。必ずボスの発狂対策で必須になります。で、3階層です。ここは青の精打ってからカイドウ打ちましょう。まずは青の精打ちます。はい、からのカイドウ打ってあげて。こんな感じ。これで盤面8コンボ。
からの3コンボか3の11コンボです。で、ワンパンしていきましょう。ゲイ。で、続きまして4階層です。4階層は普通に2パンするだけです。普通の2パンしていきましょう。なんで今のこれクシャナ姫継続したのかな、多分僕は確か 99% 割合なんでクシャナ姫継続してたからか全然食らってないですね。ナイス。でカイドウはやっぱね、あのディオマムと違って盤面に影響されないのがめちゃくちゃ強いね。ディオマムはやっぱり多少盤面ゲーがあるんですよ。本当に回復欠損しまくると詰むんだけど、カイドウって回復欠損しまくってもなんとかなる場合が多い。まあでも逆に言えばカイドウの陣打って回復3個しかないとかっていう積み要素はあるけど、まあまあそれでもかなり使いやすいブルーには入るかなと思います。はい、まあ、ディオマムとどっちが強いかっていう議論はあの毎回適当に言うとね、後から後悔することが多いんで、ちょっと今回はまだ言いませんそうそう、なんかいつもさ適当にさどっちが強いって言っちゃうとさ、後からね変わった時にめんどくさいから、今日は極秘でよろしくお願いします。はい、でここもワンパンしていきましょう。で6階層です。木はパズル頑張って、水は0コンボ3回からの突破です。スキル貯めたかったら1コンボどうぞ。初手は一応1コンボ組めなくてもない、組めなくもないって感じ。ちょっと怖いからね、盤面注意しながら。オッケー、これで突破していきます。まあこいつ自体はめちゃめちゃダメージ低いの、あのめちゃめちゃ HP 低いんで単色組んであげれば突破可能です。回復だけ忘れずにお願いします。7回そうで、これがね外れなんですよ。一応こいつが来た時のためにまあちょっと1コンボ組んでおけると楽かなぐらいの感じではある。まあでも別にねそんなね気にする必要ないかな、うん、でここダメージ向こう組んで倒していきます。一応遅延食らうんですけど、序盤とかカイドウ温存しておけると遅延食らっても全然影響ないんで、ここの遅延とあと火のラグダラの遅延は頭に入れておけると良いかなって感じです。12コンボ組んで倒していきましょう。で突破です。さあ続きまして8階層です。発想もうだるすぎマジで。いや実はねこのキャラマジでゴミカスなんですよ、ほんまにゴミで。こいついやもうキモいや別にこれあの負けるとかじゃないですよ、全然1コンボ組むのだるいだけなんですけど、いやこいつほんまにだるいんですよ。このリダフレな弱化してくるんでゴミなんですよね。で他の2体はリダフレ弱化してこないからワンパンしてすげえ気分いい実況できるんですよ。こいつ来ると全然気分いい実況できないからクソしょうもないよねマジで。こいつゴミです本当に。マジで俺このキャラ今日で嫌いになった。こいつ以外の2体は普通にワンパンしてあげれば OK で、こいつだけマジだるいんだけど3ターン耐久して突破です。でこういうさカイドウ打った時に回復音消しなかったりして不安定になるしさ、マジムカつく。てかマジでスピーカーがムカつく本当に。これだるすぎな、やめてよこんなキャラ出すの本当に。他の2体がめちゃくちゃいいのね。他の2体がめちゃくちゃいいからこそ、もうこいつがもうゴミキャラすぎてちょっとやばい。なんで倒した、まあいいか、今事故りやすかったからちょっと怖かったけどね。おいフェー、チョパりましょう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 チョパ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 りま、やば、居抜いてる場合じゃねえ、やべ。うん、いやどうせ倒せねえ、いや倒せるじゃん、ティエラ打ったらワンパンやん、思い出したわでもね別にねここ焦って倒す必要なくて、あのあれなんすわ、普通にカイドウの若干エハンス食らってるんでこれをね返しに行きましょう。あちなみにあのあの僕が嫌がりすぎてもしかしたらワンチャン視聴者の方にさっきの階層をあいつが来たら罪って思われてる家なんですけど、全然罪じゃないですからね普通に。あの本当にあの反応をするぐらいめんどくさいんですよあのキャラ、リダフレ弱化食らうからマジで嫌なだけで、あの全くもってカイドウだから罪じゃないです。なんなら別にあのね、もうこれ見てもらって分かる通りこんな感じで6ターンすぐに消化できるので別に全然全く罪ではないし全く問題はありません。ただめんどくさい、ただそれでもめんどくさい。他の2体引いてくれたらさ、あのあれなんですよね、動画の進行がすごい楽だからごめんなさい、まあまあまあちょっとすいません、素の言うころが出てしまいましたが、ここも普通にティエラ貯めていきます。あのさ1コンボで耐久できるのずるくねお前、今更だけどこいつずるいだろ普通に。でこれはね青の精をね打ってね倒すんですよ。ちなみにねこれさ回復力 0% じゃん、じゃあこうしよう、少しでも回復してやろう。 OK、 じゃあカイドウティエラで倒していきます。いやそれはダメ、1ターン待とう。
このね3コンボ減少中はね倒せないからね、待った方がいい。 OK、 これじゃあ倒していきます。うん、あ、ちょっともう一段待つわ。一生3コンボ減少してきた場合はもう気合で倒すしかないんだけど、落ち込んで盤面っていうか10コンボ組む必要があるんだけど、まあそんな運悪いことなかなかないと思うんで、はい、あとはハイドを打ってティエラを打って倒していきます。ハイドマジ強いの、ほんと強いよなこいつマジで。コンボ減少残ってる場合は青の星打って、こいつの場合は普通にこのまま倒してあげて OK です。さあ続きまして11回、そうプレイヤーは無効感組んで倒すだけです。カイドウ打ちましょう。うんカイドウ打っちゃいます。もうこれは12層ってなんだっけ、覚えてねえや。どの敵来るんだっけな。はい、いやとりあえず回復運ゲシ入れながらワンパンしていきましょう。ここはカイドウの火力でしっかり倒し切ります。80億出続けるからねカイドウは。やっぱ超重力じゃないところのカイドウは本当にやばい、本当にやばい、やばすぎ。あーこいつか、こいつはリーダーのカーリー打ってあげて覚醒無効回復します。まあチョッパーだとねやっぱどうしてもあれなんで、リーダーのカイドウ打ってあげて覚醒無効回復です。そう、もしここでねリーダーにカーリーついてない場合はもちろんチョッパー打っていいんだけど、その場合次の階層でキスネドロップ回復ができなくて、でその後になんて言うんだろう、あれが来ると終わりなんで、そうだから必ずここはね、そうなんて言えばいいんだろうな、一応リーダーのカーリーをつけておいてあげれるととても安心です。まあ一応チョッパー打ってあげて次の階層クシナダ打ってっていう突破方法をしてあげると、まあ一応全然ハトホルも対策できるんですけど、まあただやっぱりその後にねまたクシナダ溜め直しになってしまうんでめんどくさいんですよね。だからできれば楽したいかなって感じです。はい、チョッパー打ちましょう。ここはチョッパーカイドウティエラで倒していきます。あ、ちなみにあれですからね、先制攻撃チョッパーなくても耐えれますので、ミルの先生はもちろん。はい、ここのチョッパーは本当に消せない回復要因で使っていきます。で、11コンボ組んで倒していきましょう。まだこの時点で残り10分ありますね。強い。ボス、あ、間違えた。14階層。水ミルは青の星使ってコンボ吸収対策してワンパンしてください。こいつも普通に倒すだけです。青の星打ってカイドウ打って倒していきましょう。パズルミスはやってないんで。27秒あったわ、強すぎだろ。はい、これで4色攻撃強化入れて倒していきます。ワンパンです、もちろんワンパン。これはもうカイドウの火力でしっかりワンパンしていきましょう。さあ続きまして15階層です。これ PDC 出てるか分かんないんだけどさ、ここ多分ね、はい、こいつワンパンは厳しいんで、まず一旦削ります。はい。一旦ダメージ無効で1ターン削ってあげてから、カイドウ打って2パンしてあげるのがおすすめ。多分ワンパンは無理なんで、こいつ。はい、まず一旦これで削りましょう。カイドウ打ちます。倒していきましょう。いきます。青の星打っとけばよかった。まあでもこれでしっかりとカイドウのダメージ無効貫通で倒していきます。さすがにね副属性80億出ればワンパンというか、まあ倒せると思うんで、はい、これで2パンしていきます。 OK、 でボスです。でボスはまずデスファリオンの場合ですね。デスファリオンの場合は、うん、まず一旦ちょっと盤面整理して、いや待て、めんどくさいな。もうクシナダ打っちゃおう。いいよね、打っちゃって。ウーパンしちゃおう。ハイド打ちます。正しい立ち回りは多分 PDC に書いてると思うんだけど、めんどくさいからもういいや、やっちゃおう。めんどくさいっていう理由だけでもう殴っちゃいます。半分まで削っていきましょう。早速まずは11コンボ
やっぱギリ無理か。ギリ無理なんだ。なるほどね。じゃあ、まず一旦ティエラ打って殴りからの、クシャナ姫打って半分まで削りやね。正解。まあ、ただ今回クシャナ姫2ターン継続だし、盤面もいいので、はい、これでしっかりと2発殴っていきます。ごめん、ペディシンに書いてる通り、最初にティエラ打って削ってあげて、ティエラだけで削ってあげて、で、カイド打たないでね、ティエラだけで削ってあげてから、クシャナ姫打って半分まで削り。で、そのままクシャナ姫継続で殴り。で、ラスト、ティエラ打って突破っていう魔法が一番楽かなと思います。それが一番強いと思うんで。サブエンハンスか。OKOK、もうこれは大丈夫。じゃあ倒していきましょう。で、ラストはまあでも別に、まあ。カイドウ打って。はい、カイドウ打って。ティエラ打って倒していきましょう。いきます。どっちがいいんだろう。いや、思ったけど、クシナダクシナダ打ってあげてから、ラストティエラカイドウで、2パン?3パンか。もういけそうだよね。まあ何やっても勝てるからいいか。まあこれでね、ラスト突破していきましょう。さあ、ということで、今回はですね、カイドウを使って、これ、なんだっけ、構成を勝つ動画でした。まあ多分、どうやっても勝てます、本当に。発狂踏まない限り絶対勝てるんで、まあ半分じゃカイドウティエラで絶対に 50% 削れるっていう意識だけ持っておいてもらえれば、まああとはどうにでもなるかなと思います。はい。で、無効貫通に関しても、軽く出るカイドウ、ティエラ、カイドウが普通に軽く入るので、もう特に引っかかることもありませんし、うん。もう何しても負けないと思います。もうとにかく最強です。まあさっき実は一回、試運転でやってきたんですけど、これももちろん一発クリアで、こっちも一発クリアで、もうこれがね、カイドウの強さって感じですね。まあ何やっても負けないんで、ぜひ組める人は挑戦してみてください。じゃあ、チャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。